パンゴンコマタは、パンゴンソとは、インドのラダック連邦直轄地と、中華人民共和国のチベット自治区、ルトク県との中印実行支配線に位置する、アジア最大の規水湖である。全長は、約1 5 0トル、面積は604平方キロメートルであるが、南北の平均幅は2から5トルで、最も狭いところは5ルである。水深は、最深部で、 約300メートル。透明度は3から4メートル。標高4250メートルの位置にある。塩湖にもかかわらず、冬は1メートルに及ぶ厚い氷が張る。欠氷期間は1年のうち半年ぐらいである。東側の3分の2は中国の実行主配域に含まれ、西側の3分の1はインドの実行主配域に含まれる。周囲4000から6000メートル級のヒマラヤの、 山々で囲まれた内湖で、以前はインダス川の支流とつながっていたが、現在は自然の体積によって閉じている。小さな甲殻類がいるのみで、魚は生息していない。2012年11月、インドチベット国境警察は、パンゴン湖の中国側上空に正体不明の発光体を100件以上観察したと正式発表した。パンゴンはラダック語で、 一辺の小さな芝生を意味する。パンゴン湖のチベット語名は、ゾモガンラリンポで、長い首の白鳥の湖を意味する。パンゴン湖は霊から車で約5時間で行くことができる。道中の大半は荒れていて変化に富んだ山道である。道は途中シェート、サクティの村を通り、チャンラ峠を横切る。ここでは、軍の将兵と小さな茶店が、 訪問者を歓迎してくれる。チャンダ峠から道は降り、タグステやその他の小さな村を抜け、パガルナーラまたは狂った小川と呼ばれる川を渡る。素晴らしい湖岸は観光シーズンの5月から9月の間開かれている。中国インドの実行支配線上にあるこの湖を訪問するには入域許可証が必要である。インド国籍を持つ人は 各個人に対する許可が必要であるのに対し、その他の国籍を持つ人はグループでの許可を受けた上で、認定されたガイドが同伴する必要がある。例の観光事務所は、若干の手数料で許可証を発行してくれる。セキュリティ上の理由から、インド当局は船に乗ることを許可していない。AB、ナショナルジオグラフィック、輝くターコイズブルーインド、 日本経済新聞長官2019年8月18日。反抗策ためへ、ハット UFO、サイティングスティンド、チャイナボーダーリーブインディアンアーミーアストウンディド、インターナショナルビジネスタイムズ空の果てにあるルート、新疆からチベットまでの自転車旅行パンゴンコの眺め。ありがとうございます。